日本のトマホークとも言われている、人に意識地対艦誘導弾改め。急ピッチで、延伸の改良が、急ピッチで行われます。ついに、日本政府も、対中政策に、本気になったと考えます。それと、韓国への日本の対応も、また変化しています。今回は、日本が対韓国と考える防衛戦略を詳しく見ていきます。対馬にもミサイル部隊を配備する必要性が出てきますね。中国や北朝鮮への友好派に、知米ともに懸念を示している状況であり。また、それを韓国自体が自覚していない状況、もうレッドチームに入っていますね。不必要な情報漏洩は許されることではないです。2021年9月末、韓国の現文在寅政権は2022年度の国防予算額をおよそ5兆2000億円とする方針を打ち出し、同年の日本の防衛予算額およそ5兆5000億円に極めて近い金額となり、対 GDP 比で 1% 未満の日本と異なり 2% 以上を継続している。韓国の2022年度のおよそ5兆2000億円という国防費は2021年度比で約 4.5% の増加となっているが、2025年度にはおよそ6兆3000億にも達する計画となっており、この間の2023年度には、日本の防衛費を上回ると予想されている。ただし、こうした絶対額ではなく、諸物価を織り込んだ購買力で換算すれば、2018年に、すでに韓国の国防費は、日本を実質的に追い抜いていると、日本政府も見ており、国民一人当たりでは、日本の 2.4 倍にも達している状況である。これで、現、文在寅政権が担当した5年間の国防費の増加率は、トータルで約 37% に上るが、3代前のノ・ムヒョン政権時代も、同様に、5年で 53% もの増加率を記録しており、これに次ぐものだ。韓国国防部が、こうした国防予算に呼応して発表した2022年から2026年の5年間の国防中期計画の中身を見ると、その増加された予算の大まかな使い道をある程度具体的に確認することが可能となっている。ここには、アメリカからの第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2の調達の完了、6000トン級の新型駆逐艦の建造、トサンアンチャン補給潜水艦の継続建造、3万トン級軽空母の建造等の大型計画が並ぶ。こうした日本でも紹介される機会の多い潜水艦や軽空母などに加え、北朝鮮のミサイル攻撃に対抗するための小型監視衛星の開発や、韓国版のアイアンドームとも称される対空迎撃システムの開発などが含まれている。国防費の大幅な増額を推進している現、文在寅政権や、かつて、同様の傾向にあったのノ・ムヒョン政権に共通するのは、韓国において、これらが政治的に保守政権ではなく革新政権だとされる点だ。第二次世界大戦後の日本の政治状況に慣れた側からしてみれば、保守政権、政党は、軍備拡張で、アメリカとの同盟強化の路線、革新政党は、この侵略で、軍備縮小とアメリカとの同盟にも、後ろ向きとの感覚が強いが、韓国の国情は異なる。韓国では、保守政権、政党は、アメリカとの同盟を堅持することで、軍備の拡張を抑制する方向にあり、革新政権、政党側の方が、むしろ自主防衛を掲げるため、軍備の拡張とアメリカ軍の影響力からの離脱を推進する立場にあると言える。ここからすれば、日本の革新政党といえば特徴的に、非武装中立なる
得意な主張を掲げ、およそ現在の日本を取り巻く環境からは達成することなど望むべくもない理想論に始終している感があるが、韓国のそれは全く違う。現ムン・ジェイン政権をはじめとする韓国の革新政権、政党はアメリカ軍に依存しない自主防衛を標榜するが、故に軍事力の拡大に意欲的であり、昨今のような大幅な国防費の増額を打ち出している状態にある。このようにアメリカ軍に依存しない自主防衛を標榜する現ムン・ジェイン政権は、これまでの韓国の革新政権、政党と同様に北朝鮮に対しては融和路線を基調としているが、これが成功しているとは言い難い。個人的には北朝鮮の潜水艦発射型の弾道ミサイルの実用化には甚だ懐疑的ではあるが、今年2021年9月には韓国、北朝鮮が共に新型の潜水艦発射型の弾道ミサイルの発射実験を行っており、軍事的緊張は増した感がある。北朝鮮は自国が持つほぼ唯一の外交カードとして、核兵器の運用プラットフォームの多様化を内外に喧伝して、恫喝外交を継続するしか取り得る手段はないのだろうが、そうしたミサイル兵器を韓国が保有することで、対抗意識をむき出しにしている。その意味では、現、ムン・ジェイン政権は、韓国の保守政権、政党よりも、むしろ、北朝鮮に対して、融和路線ではなく、結果的とはいえ、強硬路線を歩んでいるようでもあり、日本から見れば、非常にわかりにくい事態とも思える。現、ムン・ジェイン政権が、結果として、北朝鮮との対立を引き起こしてでも、国防費の増加を推進している根底には、戦時作戦等政権を、在韓アメリカ軍から、自国の韓国軍に取り戻そうとする姿勢が、大きく作用している。戦時作戦等政権とは、有事の際、つまり戦争の発生時に軍隊における作戦を指揮する権限を指しており、韓国軍の場合は1950年に発生した北朝鮮との朝鮮戦争時に当時の国連軍総司令官であったマッカーサー元帥に自主的に委譲した。以後韓国では戦時作戦等政権から作戦等政権へと呼び名が変更されたが、その権限そのものは、1978年に米韓連合軍司令部が設置された後も、在韓アメリカ軍の総司令官が保持を継続し、この返還が韓国軍の悲願となった。1980年代後半から90年代前半のノテウ政権の時期に、韓国内では、作戦等政権の韓国軍への返還要求が高まりを見せ、1994年に、まず、平時における同権限の返還をアメリカと合意することに成功した。そして、続く2003年から2008年のノムヒョン政権時代には、戦時における作戦等政権の韓国軍への返還を求める動きが加速し、その実現のためには、自主防衛の強化が急務となり、ここに大幅な軍備の拡張が行われた。この当時のアメリカは、中東地域における紛争に忙殺されていたため、在韓アメリカ軍におよそ3万名とも言われる兵力を割くことを負担と感じていたとも言われ、ここに韓国、アメリカ両国の思惑が一致したかに見えた。しかし、2008年2月に、韓国で、保守系のイ・ミョンバク政権が誕生すると、核兵器を保有する北朝鮮軍に対し、韓国軍が単独でこれに対抗することの危険性が再び危惧されるようになり、2012年説もあった作戦等政権返還は棚上げされている。
この2021年11月には、現在の韓米連合司令官であるポール・ラカメラ大将が、朔鮮党政権の韓国軍への返還計画を、調整を行いつつ推進する方向にあるとコメントしており、この内容をめぐって解釈が分かれている。韓国内の朔鮮党政権の韓国軍への返還推進派からは、米韓で合意に達しているはずの移管計画の実施が延期される可能性を危惧する声も上がっているが、最終的にどちらに転びそうなのかは、未だ判断がつかない。ポール・ラカメラ大将は、2021年現在でも、朝鮮戦争の休戦協定が維持されているのは、米韓連合軍司令部の存在が、大きな抑止力として機能しているとの見方を示しており、どちらとも取れる発言のようにも聞こえる。こうしたポール・ラカメラ大将の発言を受け、韓国国防部は、政治的な影響を抑えるべく、朔鮮党政権の韓国軍への返還計画は、米韓の総意のもとに、計画にのっとって進められているとしているが、やはり具体的な時期等には言及していない。